高橋ラボラトリー、おーいっす、皆さんこんにちは、高橋です。今回もですね、高橋の所有している様々なコレクションをご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するコレクションはこちらでございます。じゃん。はい、こちらはですね、モビルスーツアンサンブルでございますね。モビルスーツアンサンブルというのはガシャポンのシリーズでして、1回500円のガシャポンです。ガシャポンってね、100円か200円300円といろいろね価格帯あると思うんですが、500円なので比較的高めなアイテムでございますが、このシリーズはですね、その金額に見合うだけのクオリティがあるシリーズでございますので、個人的に超おすすめのブランドでございます。で、特徴としては、等身のね雰囲気的には前にねご紹介したガンダムコンバージと近いんですが、この各ね腕だったり足だったり、さまざまなところにね関節が軸が採用されてますので、簡単にポージングが取ることができるというのがこのコレクションの特徴です。ガンダムコンバージはね固定式のモデルだったりするんですが、こうやってね首動かしたりあれやったりとかで、こう少しね動かすだけで、結構躍動感のあるポージングが取れちゃうというのが、このモビルスーツアンサンブルの面白いポイントです。で、あとはですね、この今ビームライフルのところにこう穴が開いてたりとか、ちょっとこの後回転してきて出てくると思うんですけど、この関節の部分に3ミリの共通の穴が開いているというのが一つの特徴で、ここがですね、なんかガンプラ的なカスタマイズの要素になるかもしれませんが、さまざまなねこのアンサンブルのねフィギュアをどんどん集めていくと、その共通の軸を駆使してオリジナルのカスタマイズができたりするっていうのが、これのフィギュアシリーズの醍醐味でございます。で、このモビルスーツアンサンブルという、そのアンサンブルという名前がですね、重層、いわゆる楽器とかの、いわゆる何重層とかのアンサンブルの名前をかけて重装備にしましょうよっていうのが、コンセプトになっていますので、それで、こういう共通のね関節が施されて、関節の穴ですねが施されているのが特徴ですね。それもあって、今回のご紹介のやつはこれ第0弾というところで、RX78 ガンダムなんですけど、ロールアウトカラーという、いわゆる出来たてほやほやのガンダムだよという設定のガンダムが、第0弾での収録になりました。これが、モビルスーツアンサンブルのシリーズとしては一番最初の立体となります。あとね、僕ちょっと今持ってないんですけど、ザクの、シャア専用ザクのルーム戦費バージョンというところで、角のついてないシャア専用ザクが、第0なんで超マニアックな立体が最初のスタートでございました。それが当時超人気でして、そこから第1弾超盛り上がりの、本当に2021年現在に至るまで様々なシリーズが登場しているのがこのモビルスーツアンサンブルシリーズでございます。立体もね、このスタートからかなりぶっ飛んでますけど、マニアックな機体の収録も多いのに、こうね稼働してねポージングも取れるし、カスタマイズも楽しめるし、結構ねこの重装っていうところの要素がうまく噛み合って、フルアーマー形態のね機体が多かったりするのも特徴なので、本当にね満足度超高いなというアイテムでございます。で、今回はねこの先ほどお伝えしました、第0弾の、このロールアウトカラーなんですけど、このシルバーの、ね、カラーリングがめちゃめちゃかっこいいですよね。ビームライフルもシルバーで塗装してるし、もう本当に妥協一切感じないところがたまらんです。で、この後ね普通に第1弾で、ガンダムが一体化されるので、それの前半という収録ではございますが、ここでねもう一気にね心をつかまされた人も多いんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回のご紹介は以上となります。またね、今後も様々なコレクションをご紹介していきたいと思いますので、またね次の、コレクション紹介楽しみにしていただければなと思います。それでは、またお会いしましょう。チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。